ウズベキスタン国立大学は、ウズベキスタンの首都タシュケントにある、ウズベキスタン最古かつ最大の大学である。ウズベキスタン国立大学は13の学科から構成されている。ウズベキスタン国立大学は1918年にトルキスタン人民大学として1200人の生徒を集めて創立された。1920年、大学はトルキスタン州立大学に改編され、1923年7月に第一中央アジア州立大学へと名称変更された。この名称は1950年代まで使用されていた。1960年に大学の名称がウラジーミル・レーニンにより VI レーニンタシュケント州立大学へと名称変更された。ウズベキスタン独立後に現在の名称となった。第二次世界大戦中は多くの学科が西部ソビエト連邦の都市から中央アジアへと疎開を行っており、タシュケントはカザフスタンのアルマータと共にヨーロッパスタイルのインフラ整備が行われ、多くのロシア語話者が滞在することとなった。モスクワから来た教授グループはタシュケントからアシガバートへと移動となる際に講義を行った。2010年12月には、日本の自然科学研究機構とウズベキスタン国立大学の間で研究者、学生の交流を行う国際学術交流協定が結ばれている。ポール・ストロンスキー、タシュケント、フォージング、Aソビエトシティ、1930から1966、ピアニッシモ、94から95、日本、ウズベキスタン共和国共同声明6、人的交流の促進。外務省公式サイト。2013年2月3日閲覧。ありがとうございます。